東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ最後は大外枠のスターズオンアース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ソウルオリエンス前に行きそうです。ドーデュース、それに続いています。キャノンベルーガ、後方から前に戻りましょう。新エンペラー、先手を取りました。その外からファンタスティックムーン、内を通って空手、これに続くのがドーデュース、外にはチェルビニア、内からはシュトルーベ、並んで8番オーギュストロダン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ジャスティンパレス、すぐ後ろ、外を通ってソウルオリエンス、ブローザホーン、そのうちに続いています。ここにゴリアット、その外にドゥレッザ、ピンクの帽子、スターズオンアース、その後ろ、しんがりからダノンベルーガー。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。もう一度先頭から11番、空手、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、ファンタスティックムーン、それに続いています。その後ろからは新エンペラー、シュトルーベ、それに続きます。ここにつけたのがドーデュース、外にはオーギュストロダン、後継機を通過していきます。さあ先頭はまだ11番、空手、いい足で伸びてきた。間を挟んで新エンペラー、3番手第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。1番前にはファンタスティックムーン、内からぐんぐんとドーデュース、先頭、外から接近チェルビニア、あと 200m、 しかし残りわずか。チェルビニア必死に追いすがります。ドーデュース先頭、ドーデュースゴールイン、2着にはどうやらオーギュストロダン、3番手にはチェルビニア、勝ったのはドーデュース、このレースを制したのはドーデュース。さあ最後は大外枠のスターズオンアース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。シュトルーベ前に行きそうです。チェルビニア、それに続いています。さらにはソウルオリエンス、11番、空手、その後ろ、先手を取ったのはシュトルーベ、その後ろに新エンペラー、その外からファンタスティックムーン、これに続いてドーデュース、すぐ後ろにジャスティンパレス、外にはスターズオンアース、隣にはオーギュストロダン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その隣にブローザホーグ、ゴリアット、すぐ後ろ、外を通ってドゥレッザ、青の帽子、ダノンベルーガー、その後ろ、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。さて先頭に戻りましょう。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。11番、空手、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、その後ろからはファンタスティックムーン、シュトルーベ、それに続きます。並んで7番、新エンペラー、その後ろにチェルビニア、ここにつけたのがドーデュース、すぐ後ろにジャスティンパレス、その外にスターズオンアース、この集団にソウルオリエンス。さあ先頭はまだ11番、空手、外を通ってファンタスティックムーン、シュトルーベ、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあいよいよ直線の攻防、先頭に立つのはファンタスティックムーン、外から上がってきます。オーギュストロダン、オーギュストロダン、ここで先頭に躍り出た。残り 200m を通過して、しかし後続も襲いかかる。後方から一気にジャスティンパレス、2番手以降は大きく離れた。オーギュストロダン1着、オーギュストロダン完勝、2着はジャスティンパレス、勝ったのはオーギュストロダン、このレースを制したのはオーギュストロダン。さあ最後は大外枠のスターズオンアース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ソウルオリエンス、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してソウルオリエンス、花に立ちます。その後ろからは空手、この馬も上がっていく構えです。さらにはファンタスティックムーン、7番、新エンペラー、その後ろ、先手を取ったのは空手、これに続くのがシュトルーベ、外にはチェルビニア、オーギュストロダン、そのうちに続いています。その隣にドーデュース、並んで4番、ジャスティンパレス、
その後ろにブローザホーグ、その外からスターズオンアース、内からはドゥレッツァ、隣にはゴリアット、最後方にカノンベルーガー、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。では前の方から見てみましょう。依然として先頭は11番空手、先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。ここにつけたのがファンタスティックムーン、大きく離れましたソウルオリエンス、内を通ってドーデュース、外を通ってチェルビニア、新エンペラー、この馬もこのグループ、内からシュトルーベ、その外にスターズオンアース、その後ろにオーギュストロダン、ブローゼホーグ、その内に続いています。各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として11番空手、外を通ってファンタスティックムーン、間を挟んでドーデュース、3番手。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭にファンタスティックムーン、外にオーギュストロダン、さあ先頭に立ったのはオーギュストロダン、1馬身から2馬身のリード、200を切ったオーギュストロダン、完全に独走、ドーデュース離されていく、オーギュストロダン1着、オーギュストロダン完勝、2着はドーデュース、3番手にはジャスティンパレス、勝ったのはオーギュストロダン、このレースを制したのはオーギュストロダン。さあ最後は大外枠のスターズオンアース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。どの馬が先頭に立つでしょうか。ファンタスティックムーン前に行きそうです。チェルビニア、それに続いています。さらには空手、7番新エンペラー、その後ろチェルビニア、先手を取りました。並んで12番ソウルオリエンス、内からシュトルーベ、外を通ってオーギュストロダン、ドーデュース、その内に続いています。その横にジャスティンパレス、その後ろにドゥレッツァ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その隣にブローゼホーグ、これに続くのがスターズオンアース、内を通ってゴリアット、しんがりからダノンベルーガー、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。それでは先頭から 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。5番シュトルーベ、レースを引っ張ります。その後ろに空手、大きく離れました新エンペラー、外にはチェルビニア、ここにつけたのがオーギュストロダン、内からはドーデュース、その外からドゥレッツァ、その外にファンタスティックムーン、隣にはスターズオンアース、ブローゼホーグ、そのうちに続いています。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はまだ5番シュトルーベ、2番手は空手、間を挟んでオーギュストロダン、3番手。4コーナーカーブから直線コースに向きました。空手先頭、内からドーデュース、先頭に立つのは空手、内からドーデュース、先頭あと 200m、 ジャスティンパレス追い上げてきた、ドーデュース厳しいか、ジャスティンパレスかわす、ジャスティンパレス、ジャスティンパレス勝ちました。2着争いを制したのはドーデュース、ジャスティンパレス見事このレースを制しました。さあ最後は大外枠のスターズオンアース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。スターズオンアース、これは好スタート、シュトルーベ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシュトルーベ鼻に立ちます。その後ろからはスターズオンアース、この馬も上がっていく構えです。さらには空手、13番ファンタスティックムーン、その後ろシュトルーベ、先手を取りました。そして大きく離れてチェルビニア、この位置です。内からはドーデュース、ここに新エンペラー、外を通ってソウルオリエンス、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。並んで8番オーギュストロダン、この集団にジャスティンパレス、すぐ後ろにブローゼホーグ、外にはドゥレッツァ、ゴリアット、それに続きます。最後方にダノンベルーガー、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。もう一度先頭から5番シュトルーベ、依然として先頭です。リードは1馬身から2馬身、その後ろからはスターズオンアース、これに続いてファンタスティックムーン、空手、そのうちに続いています。その外からチェルビニア、各馬大欅を通過。先頭は依然としてシュトルーベ、2番手はスターズオンアース、空手3番手。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭にシュトルーベ、外からスターズオンアース、先頭オーギュストロダン、足色はどうか、外からソウルオリエンス、
残り 200m、 外から一気に突き抜けるか。オーギュストロダ、オーギュストロダ先頭、ジャスティンパレス食い下がる。オーギュストロダ、オーギュストロダ勝利です。2着はジャスティンパレス、オーギュストロダ見事このレースを制しました。さあ最後は大外枠のスターズオンアース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ファンタスティックムーン、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してファンタスティックムーン棚に立ちます。その後ろからは新エンペラー、この馬も上がっていく構えです。さらには空手3番ドーデュース、その後ろ先手を取ったのはファンタスティックムーン、内からシュトルーベ、これに続くのがソウルオリエンス、緑の帽子チェルビニア、その後ろこの位置にオーギュストロダン。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ここにブローザホーグ、外にはドゥレッザ、内からはゴリアット、その外からスターズオンアース、ダノンベルーガー、その内に続いています。しんがりからジャスティンパレス、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。11番空手、レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード、間が空いてファンタスティックムーン、そしてやや離れてオーギュストロダン、シュトルーベ、この馬もこのグループ、すぐ隣に新エンペラー、外を通ってチェルビニア、内を通ってゴリアット、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はまだ11番空手、空手後続を突き放す、2番手のファンタスティックムーン先頭を捉える勢いです。先頭に立つのはファンタスティックムーン、スターズオンアース、先頭引き離しにかかる、懸命に追うチェルビニア、ソウルオリエンス、いい足だ、ここから勝負をかけます。残り 200m を通過して一気にオーギュストロダ、オーギュストロダ差し切った、オーギュストロダ、オーギュストロダ勝ちました。2着にスターズオンアース、オーギュストロダ見事このレースを制しました。さあ最後は大外枠のスターズオンアース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはチェルビニア、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してチェルビニア棚に立ちます。その後ろからは新エンペラー、この馬も上がっていく構えです。さらにはファンタスティックムーン、5番シュトルーベ、その後ろ先手を取ったのはチェルビニア、空手それに続いています。少し開いてドーデュース、その外にソウルオリエンス、スターズオンアース、この馬もこのグループ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。これに続くのがブローザホーグ、外にはオーギュストロダン、内からダノンベルーガー、外を通ってドゥレッザ、すぐ後ろにジャスティンパレス、最後方にゴリアット、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない流れです。前の方からもう一度、9番チェルビニア依然として先頭、その後ろに空手、大きく離れましたスターズオンアース、オレンジの帽子ソウルオリエンス、その後ろこれに続いてシュトルーベ、その外からオーギュストロダン、内からはファンタスティックムーン。さあ先頭は依然として9番チェルビニア、空手ほとんど差がありません。間を挟んでソウルオリエンス、3番手4コーナーカーブから直線コースに向きましたチェルビニア先頭です。リードは2馬身から3馬身、ソウルオリエンス2番手、手応えはどうか、スターズオンアース伸びてきた、ここから勝負をかける、200を切った、ドーデュース一気にねじ伏せる、ドーデュース抜き去る、先頭はドーデュース一着でゴール、続いてブローザホー、3番手にはジャスティンパレス、ドーデュース見事このレースを制しました。